福岡の海すごい綺麗なので、それは福岡の誇りだと思います。魅力でもあると思います。名前は田中大輝です。今は18歳で、サーフィンは7歳の頃から始めました。サーフィン始めたきっかけは、両親がサーフィンしていて、小さい時からやっぱり海に来るっていう環境がすごく多くて、でお父さんがだからサーフィンやっている姿を見て、自分もやってみたいなと思ったらすごく楽しくて、それをきっかけにサーフィンを始めました。乗ってる時の秒数すごい短いんで、本当あっという間なんですよね。大きい波になったり小さい波になったり、それぞれ違うと思うんですけど、自分の好きな、例えば波の中に入ったりするチューブとか、自分がしたい技とかが決まったりとかすると、なんかすごい達成感じゃないけど、すごい気持ちがいいです。乗りやすいです。楽しいファンウェーブって感じです。全日本2連覇できたのも、福岡でいろんな波でサーフィンやっていったのと、日本その全国の試合を回って、本当に波がちっちゃい波の時もあれば、大きい波の時もあるし、福岡は小さい波の時の方が多いんで、全日本優勝できたのも今回サーフィンの宝だと思います。サーファーの方って日曜日など決まった曜日によくビーチクリーンをするんですよね。で福岡の海って結構ゴミとかも意外と少なくて、ビーチとかもすごい綺麗なので、それは全国の海を見ていてもすごい思うことなので、やっぱりこれからもこの綺麗な海を大切にして、いけたらなと思います。正直サーフィンここまで来ると思ってなくて、でもやっぱりなんか小さい時からの夢でもあって、そのサーフィンがオリンピック競技として選ばれるようになってほしいっていう気持ちだったり、自分もここでそのオリンピック選手として出場したいという気持ちはすごく強かったので、サーフィンがここまで一歩近づいたっていうことは自分の中でもすごく大きなことだったし、それに向けて頑張ろうとも、その強い気持ちになりました。まだまだ努力して頑張っていくので、応援引き続きよろしくお願いします。海と日本。